出したトライブ、ゆうやの試合が決まったとかなんとかで、ちょっと行かないとと思って。変なタイミングで試合して、はい負けましたとか絶対できないんで、はい、もう一つも黒星つけれないんで自分は、はい、中国今すごい強くなってる、上がってくる選手なんです。ここでちょっと潰しちゃいます。おはようございます。お疲れ様です。空選手ってどういう選手？いや油断できないっていうかなと、はい、だからあんまり美味しくないけど強いですね。トータルファイターで、組もできるし打撃も強いですし、まだ1戦しかしてない選手なんで、あんまりこう見たことなかった選手なんで、どういう選手かなと思ってたんですけど、はい、油断できないですね。おはようございます。イケメンです。私もトライブ結構強いけど、堀井くん見たこと初めてですね。たまたま会いました。一番最初は北岡悟さんにお誘いいただいて、そこから来るようになったんですけど、でこれはもう来るべきだなってことを自分の中で思ったんで、そこから来てます。青木さんとかとよくね。そうですね、だいたいその軽量級、重量級、まあ、大きく2つに分けてやるんで、まあ、階級はだいたい自分はフェザーより上とか、まあ、時々バンタムの人と組んだりするくらいですね。おはようございます。失礼します。します。ことになっちゃってるんですよ。試合数こなして試合それを稼がないといけないキャリアでもないんで、自分は変なタイミングで試合してはい負けましたとか絶対できないんで、はい、もう一つも黒星つけれないんで自分は、はい、
したけど、全然ダメです。疲労がピークですね。勢いつけたいですね、ここで、はあ、ここで負けたらじゃあタイトルはってなっちゃうんで、負けらんないですねいつも負けらんないですけど、特に、はあ、もう結局最後覚悟決まるんで、それがまあ弱いだろうが強いだろうが別に勝っても負けても別にもう勝ちたいだけでやってないんで、最強を目指してるんで、まあ、自分の生き様を感じてもらえれば僕の試合を見て、はい、